アメリカの銃社会についてね、はい、ちょっとお話して、これもシリアスな話ですよ。皆さんニュースご存知かと思うんですけど、はい、ロサンゼルス郊外で、はいはい、旧正月をしかも祝うダンスのイベントですよ。そこに現れて11人銃殺すると、はいはい、でその人も車の中で殺人が発見される、はいはい、これ大きなニュースになってるんでこればっか報じられてるんですけど、はい、実はその後もドンと起きてるんですよ。これカリフォルニア州このオークランドガソリンスタンドで1人が死亡、はい、7人負傷、はい、でその後ワシントン州アキマってとこで、はい、これも3人が死亡銃撃、はい、逃走した容疑者21歳、はいはいはい、みたいな、めちゃくちゃ起きるんですよ。すぐまた起きてますよね、はい、一時期ちょっと落ち着いたかなと思ったんですけど、はいはい、やっぱりまた起きた。で今回はカリフォルニアなんでどっちもこの1件目も2件目もアジア系の人なんですよね。実はアメリカ各地で起きてるんですけど、僕この銃撃犯が街に現れて、はいはい、僕巻き込まれそうになったことあるんですよ実は。過去にその話ちょっと今日したいなと思って、はい、で実際こういうのに巻き込まれたら何が起きるのか、はいはい、っていうことなんですけど、はい、で僕ねその時はラスベガスにいたんですよ、はい、仕事で、はい、何年ぐらい前なんですか。それはね3年ぐらい前ですね。最近3年3年コロナのちょっと前ですよ。へ休みっていうかできたので、はい、でまあ本当に気楽な感じで近くのショッピングモールに、はい、ショッピングモールってアメリカってでかいじゃないですか。そうですね。そうですよ。あのなんか建物系のショッピングモールじゃなくて、はい、本当にこう街みたいになってて、いろんなあの路面店みたいなの並んでる。アウトレットみたいなやつですね。そうですそうです。はいはいはい、まさにそうですね。でそういうところに行って、はい、ずっとこう歩きながら、はい、それこそ途中アイスクリーム食べたりしながら、どうでもいいですけど、まあそういうところで買い物してたんですよ。はい、そしたらですよ、あるお店に入ったんですよね。これ、はい、あの服買うところで、はいはい、お店に入って、はい、服見てたら、はい、ビー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 ってなったんです急に。はい、であの店員が、はい、うわーっと出てきて、はい、あの僕たちに何か言う前に、はい、あと入り口に入っていて全部ロック。はい、ドアとロックし始めて、はい、でね、中にいるの僕とあと2人ぐらいいたんですけど、はい、あのとりあえずバック裏に来いと、はいはいはい、あの銃撃犯が現れたと、はい、銃を持って、はい、だから裏に逃げろって言われて、でみんなでわーっと逃げて、はい、でしたら裏 の, その要するにまあ従業員の人たちが準備してるようなところ、はいはいはい、そこの変なところ座らされて、はい、そしたら彼らはそのお店とそこのつながってるところも全部ロックして、はいはいはい、全部ロックして、はい、本当にね狭い部屋にみんなで銃撃犯がいるっていうそのすごい断片的な情報だけを知らされて、はいはいはい、でみんなでこう何かあるまでちょっと待てということ で,、はい、で全然知らない人たちでした。怖い。そうですね。ずっと待たされてそこで、はい、ビー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 言ったり、はい、でちょっと一応なんか無線機みたいなのが置いてあるのでそこでバーッと喋ってるその店員の人たちと、はい、ならまだ出れないですよ。それ30分ぐらい出れないんですよそこから、はいはいはい、でもうめちゃくちゃ怖いんですよあの時って。本当に生きたここしないっていうのはまさにそのことで、はい、こういう今回のこういう事件とかもそうだったと思うんですけど、はい、銃撃犯が現れたさその周辺って、はい、多分こういう感じなんだろうなっていう。だってどっから来るかもわからないし、まあ、そうですね。そうです。一応ロックはしてるけども、はいはいはい、向こうからダダッと来た時にぶち破られちゃったら可能性あるじゃないですか、うんうん、でいやもうこれやばいんじゃないのって言ってて、うん、そしたら途中でなんかまあ、警察がもう全部その辺見回ってるっていう、はい、なんかそういう通報みたいなのが、はいはいはい、なんかラジオで来て、はい、でそういう話になったんでちょっとみんな落ち着いて、うん、でそっからはでも出れないんですよまだ、はい、出ちゃいけないって言われて、はい、そこでずっと残って、はい、でみんなで、ね、なんかこのちっちゃなお菓子お母さんに渡すようなお菓子とかみんなでバリバリ食いながら、はい、で水とかちょっともらって飲んだりとかして、はい、それでまあ非常に仲良くなって、はい、仲良くなってそうそうそこでねなんか一体感が生まれて今フェイスブック、まあ、友達になってますけどねその人からまあでもそれぐらい本当に一瞬みんなここで死ぬかもしれないっていうその何ですか、はい、ことで、はい、で結局、まあ、その時は被害者誰も出ずに、はい、ただ銃撃犯というか銃持ってうろついたやつを捕まったんですよ、はい、っていうのはその日 の, あの夜のニュースになってて。それはどういう連絡系統で来るもんなんですか。あの、ね、多分無線がその緊急連絡用の無線みたいなのがあるんです。緊急連絡用でまずビビビってなった時にそれが鳴った時にはもう何か起きてると。多分何かそういう銃撃事件か何かがそのショッピングモールの中でのそのそうで多分ねあれそ う, そういうことです。でしかも外にビビなってる感じじゃないんですよ。中だけビビってなってる感じ で, ああで、ね、向こうの、まあ、店員さんってこう結構こう何ですか、はい、すごい、男性なんですけど、はい、すごくこう女性っぽい感じそうそう今日じゃなくて女性っぽい人そうそう女性っぽい感じの人で、はい、でなんかどういうお店行ってたんですか。そこはあの普通のあれですよ服屋さん。アバクロっていうアバクロでアバクロね。そうだからアバクロの裏に閉じ込められて30分ぐらい、はい、っていう
ことがあったんですよ。山田さん、アバクロ着るんですね。違う、たまたまその時は。たまたまその時そこにいて、店員の方は優しかったからよかったですけど、はいはい、変なやつとか、なんかちょっとね、感じ悪いやつとか嫌じゃないですか、みたいな。でもまあ、それ、そういうことが起きるんで。いやでも店の中にいたからよかったけど、まあ、何も知らずに外歩いてたらバーン撃たれるかもしれないですもんね。ってことですよね。そうですそうですそうです。ビービーって鳴ってるのは外になってないってこと。なってないってことです。中だけだと。ってことは歩いてたら本当に気づかないじゃないですか。 でも、ね、一帯は全員も同じ、どこの店も同じようにしてるみたいなんで、でなんか起こってるぞっていうのは分かってるっていうことじゃないですか。歩いてたら、うん、で多分あのね、あれは聞こえてました。警察のサイレン車両が来てるのは分かったんですけど、うん、っていう感じでもうちょっとね怖いですよ。はい。だから銃社会嫌ですよねっていう。なんちゅう雑な雑な終わりですか。いやでも本当にね怖い。いろんなとこ行ってるじゃないですか。はい。いろんなその本当に危ないって言われるとこ行ってると、はい、ね、警戒はしてる、はいはい、わけですけど、はい、なアイスクリーム買ってフラフラしてる時に、ね、ビービーってなったら、うん、これは怖いですよって話で、アフガニスタンの国境の方行った時は。はいはい、それもね危ないなと思ったんですけど、はい、あのそこはもうそういうとこだって分かってるんで、まあ、肌から覚悟していってるからね、してるからね、はい、そこのね、あの金属のこう指輪とか、はい、こうネックレスとか、はい、すごい金のものとかっていうのがやっぱりすごい貴重で、はいはいはい、みんなお金が入るとそれ買ったりして、あ、まあ、あのやるんですけど、はい、それで財を成した人が僕の友達の友達で、はい、そこの家遊びに行こうぜっつって、はい、そのアフガニスタンの国境ですと、パキスタンの、はいはいはい、で行ったらとんでもない豪邸 で、はい、でしかもでも豪邸なんですけど絶対強盗が入るんで、はい、もう凄まじいこうセキュリティ、そうもうあの要塞みたいになってるんですよね。そこに行ったんですよ、うん、そしたらリビングに来い来い来いって、お前日本かとかっつって、はいはいはい、来い来いって中入ってらされて、はい、ですごい立派なリビング、子供何人も出てきて、はい、でまあ珍しいから、はいはいはい、かね、何人だって触りに来たりとかして、やっと触りに来るんですよ、はいはい、でそしたらあのお前銃撃ったことあるのかとおってなって、はい、ね、子供にお前あれ持ってこいと、確かにちょっと先にはテレビの下に、はい、こんなあの何ですかハンドガンが何個か置いてあって、子供がそれ持ってきて僕に持ってくるんですよ、これ子供に持たせて大丈夫なのとかって大丈夫大丈夫っつって、でそれをこう見ながら、はい、撃つとかって、いいどこで撃つのって、はい、そしたらいやこれじゃダメだからっつって AK 持ってきて、 AK47 なんですよ、ほうこんなんですよ、はい、持ってきてライフ、うん、上行こうっつって屋上に行って、はい、住宅地ですよ本当に、はい、みんなでダーッすごい国だなと。みんな順番に打って、でゲラ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 みんな笑って。そういうことですか。そう。そんなの、ね、向こうではそれ当たり前なんですよ。近所のトラブルあったらそれで威嚇するって言うんですから。上ちょっと上の方にバーン打って。そう、そういうぐらいの国なんで、それと比べると、はい、日常生活と密接に関わってるっていうところでアメリカは怖いなっていう。それより怖かったってこと。それは全然怖かったですね。すごいですね。本当に30分も。そういうことが起きてるんですよね、アメリカでは。はいはい、だから、行くことあるじゃないですか、アメリカ。やっぱり。はいはい、だから、ちょっと気をつけないと怖いなっていう。気をつけようがないやつですよね、でも。まあ、これの場合はそうですよね。でも、最初のこの、ロサンゼルスであった旧正月のやつ、はい、11日死んだやつ、はい、これは、そこのダンスホールに恨みがあったんですって、元々。アジア人ですけど。自分もそのダンスホール通ってて。はい、そこ逆恨みってことなんで、無差別ではあるんですけど、ただまあそこを狙ったっていうのを狙ったっていうところがある。めちゃくちゃ楽しいですね。中華系の人ってことですよ、ね。そうですそうです。で特にこの地域は多いですよ。もう何なんですか、もう。そうなんですよ。だからまあ、うん、いろんなところでねトラブルをこう。トラブルまき散らしやがって。まき散らしてる感はありますよね。